では諸君、わしの友でありマナ弟子でもある若き新社長を紹介しよう。我が最愛の一人息子、ロバート・フレドリック・ゾーソン。ただいまは父から新社長という大変なプレゼントを受けました。私もそのお返しに心ばかりの花束を贈りたいと思います。ありがとう、ロバート。これまで29年間育ててくれた感謝の気持ちを込めて、アネモネと白いバーベナの花を。ロバート！大丈夫でございますよ、司教様。しかしもう時間だよ、パン。約束は決して破らないお方で。モレッティ司教か。さようでございます。話を聞こう。先月の第3火曜日のことでした。両親と兄夫婦、妹夫婦とその子供たち、生まれ故郷のシシリー島で、私の全てを一瞬のうちに失ったのです。殺されたのです、島のマフィア、ドクター Z の手によって。マルチェルはまだ9歳でした。マリアは去年よちよち歩きを始めたばかりだったのです。もうお分かりでしょうが、私の家系も代々のマフィア、血で血を洗う構想はこれまでにも幾度かありました。そしてそれを嫌って国を出て神の道を志した私なのですが、今度ばかりはどうにも。お約束の全額すでに指定された口座に振り込んであります。あなたは不可能を可能にするお方だと聞いております。承知した。神よ、許されざる復讐に燃える我が身をお裁きください。アーメン。司教様、これはね、非常に厄介なターゲットですよ、デューク。
つまりドクター Z の正体はファミリーの最高幹部でさえ知らないという驚くべき事実があるんです。だがそれでいて大勢の子分を動かしシシリー全島を掌握している。新興勢力ということもあって情報集めには倍の時間がかかりました。シシリー島メッシナの地図、ドクター Z 邸の見取り図、それと Z ファミリーを盗み撮りしたビデオ、今のところここまで。こいつは俺の長年の勘から言うんだがな、今度の、じゃあ成功。ドクター Z 邸前景、イオニア海を背に岬一つが全てそっくりドクター Z の屋敷だと思っていい。警戒態勢は異常なほどだ。モレッティ一家惨殺の後だけに下っ端にまで76年式イングラム M11 を持たせている。カンボジア戦線で使用された高性能サブマシンガンだ。私の結論だが、ドクター Z は間違いなくこの屋敷のどこかにいるね。カモフラージュにしてはガードに金を使いすぎている。これがドクター Z の一人娘シンディ。そして今ドクター Z と接触できるのはこのシンディただ一人。つまり Z の命令はまずシンディに下され、幹部たちに伝えられる。こいつを取るのには苦労したよ。何しろどこ行くにも四六時中襟抜きのボディーガードが8人もくっついているんでね。これまでシンディにちょっかいを出した色男